はい、OK、 手入れたんですね。やばくね、普通にデートスポットやな。乗馬できる場所でメリーゴーラウンド。あ、いいね、動き出した。始まりましたね。うわー、ゴー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 が気持ち悪い。最悪や、ここに流れてくるものは見たくないっていう。見てない、俺も走りたくなっちゃった。え？見てない、俺も走りたくなっちゃった。何走りたくなっちゃった。走りたいって。元は騎乗位してるわ、騎乗位してる。じゃあ、あ、夜もう渋滞してるわ、めっちゃ。渋滞してますね。バレたらどうすんの。パカラ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 。なんか元で言ってたのよ、なんかその俺親父とかになっても子供とキャッチボールしたりとか、その童心忘れずにキャンプとかそういう楽しめるイケオジみたいになりたいって。慣れてるの。元だ元だ。あ、あれ取ってから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 。うわ、最悪や。最悪だ。もう女の子もなんかその地獄の中で水があったら嬉しいみたいな、なんかそういう戦いになってきてるわ。砂漠の中のオアシス。砂漠の中のオアシスみたいな戦いになってきてるわ。いやー。どうすかね、どうしようか、ボール台かな。あ、これやりたい。前もやってたね、あれ。うん、前回、前回か、ちょうど。さあ、これ、横浜の時ね。別々でやりますか、それと。あ、別々、そうですね、別々で。3球でやりたい。コーラの缶、3缶全部倒すことができたら、あ、低いか。じゃあ、ボールを投げるのもあるよ。あ、惜しい、もっと低い。あ、じゃあ、早い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 。ゆっくり行ってみ。あ、おー、うまい。終わりました。見てみ。お、負けたぞ。負けたぞ。肩甲骨をね、一回広げてね。中学生で野球やめてるくせに。つなげる前ストレッチしてる。すごい。こういうのって送球あんまりそのさ、スピード関係ないんだよね、こういうのってあんまり修正のスピード減らない。ダメ、次行こうか。いつになったら西武園から出るのか。牧場だっつって。牧場の中のプラスアルファでやって、ミニみたいなね、その牧場だけど、ちょっと応援してても置いてきましたよみたいな感じなのに、牧場で遊園地しか行かねえ。ほぼあれよな、あの寿司屋で寿司以外みたいな感じだもん。そうそうそう、ファザー牧場ってないの。ファザー牧場、ファザーだと。あ、そういうこと。ファザーは何だ。グランドマザー牧場とか。年老いた動物しか置いてないっていう。ほぼ刺繍漂ってる動物を見せ物にしているあのグランドマザー牧場って。グランドファッキング牧場ね。ファッキングブルシット牧場ね。あとファッキングシート牧場ね。アルビーチル。アルビー。ヘイヨー、お前は動物、こっち来たらすぐにブツ。ああ、お前は将来博物、こっち来たら殴って成仏。ヘイヨー。ヘリさ、ヘリ、でもさ、お前さ、ウサモルタッチっていうそういうのあるんだけど、でも金を得意とするところでしょ、やっぱり。ウサギとモルモットにするハウスじゃん。ウサギとモルモットがいるハウスじゃなくて、ウサギをモルモットにするハウスだから。危なかったね。出会い時間あいつら怖かった。あいつらね、そう、あいつらお前こんな感じなってこうなって。ケイの場合タッチじゃないもんな。ビーチ、ビーチ殴るから、ね、サモルビーチ。ケニースもやっちゃってよ。じゃあ何変えてもらおうかな。なんかちょっと俺ヤギあんま可愛くないからさ、猫とか変えてもらえる。猫は肘2発、うん、膝1発。お願いします。お願いします。錬金術みたいなの。肘2の右膝1の、うん、最後チョンパンぶっ込む。それでも錬金成功でいける。
ちょっとかわいそうだからやめとくわこいつ。うわなんかふれあいチャンネルやん。ふれあいチャンネル、ふれあいチャンネルやな。かわいいな。かわいい。めちゃめちゃかわいい。めっちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。ふれあって人と。じゃあ何に変えてもらおうかな。じゃあちょっとあれ、ソータやっぱ見にくいからさ、アメーバとかに変えてもらっていい？アメーバでいい？結構ちっちゃくない？いやいやいや。いい。怖っ。これで俺アメーバに変えられる。ソータの場合結構アメーバに近いから膝位置でいける。膝位置？ヤギなんかスト位置みたいに言われてくんね、なんか大学生みたいなこと言いやがって。いつでもその俺と触れ合いたかったっす。うわ。マジ触れ合い体験してんのこれ今。触れ合い体験なんだこれ。ああマジか。ああ。めっちゃる。うわめっちゃ嫌な好かれ方してる。嫌な好かれ方。マウンティングとほぼ一緒だもんなこんな。待って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 、ちょっとごめんなさい。猫になってる。あ猫になってる。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。目離した隙に猫になってる。マジ一個考えてたら俺。マジ。あの鉄板猫ね、鉄板猫ね。さっきお前が変えた猫ではない。あ違う。さっきヤギを猫に変えた。あっからこうなってない。なんか、うん、動物アレルギーだから。そうなの？動物アレルギーだからもう、ちょっと出たいかも。ここ、うん、もう出たい、うん、マジか。動物アレルギーなのは先に言ってほしかったけど、あのヤギとかな、変わって。あ、小鳥さんだ！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 いなくなっちゃった。こっちこっち。まだ来る。どうぞ待って、うん、もうまだめっちゃチクチクする。チクチクするよ。チクチクするよ。チクチクするよ。だって今チクチクするもんこれ。チクチクするもん。あー違う違う違う、もっと地面を蹴んなよ。違う違う、もっともっと低く低く。わかった。まあ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 、いいね、お疲れ。俺といるとね、みんな勉強になるっていう。歩く百科事典って呼ばれてた。ここの時だよ。ここの時は元だか歩く百科事典か大大小金箔だ。でもみんな俺に会った時、お大大小金箔だ。で人によっては大爆。あ、出ましたね。はい、ということで、幕になってしまいました。で、あの後ね、なんか元の女の子を乗せて、下山して、で、なんかよくわかんない遊園地に着きました。帰るのかなと思ったら、ここ着きましたね。木更津観覧車パーク、木更ピアに、到着したんですけど、今現在時刻は、うん、6時半。で、こちらの、閉園時刻が7時。7時。あ、すごいね。全部ギリギリなの。こっから見えるアトラクション、大体でもマジャボクじゃなったから。そう、本当にそう。全部これでさ、あいつがさ、普通にさ、ヘリコーラー乗った後にストラックアウトしたらめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。なんか、俺らも多分青ざめるよ。めっちゃ怖い。まあ、今回、まあ、観覧車乗ると思うんですけど、まあ、多分初めてか、観覧車乗るのは。確かに。このシリーズでは。一応、俺らの作戦では一応うまくいけば、元らが乗ってるそのサイドに俺らが乗って、こう隠し撮りをできるってことなんで、うん、元はその中で愛の告白をしてもらおうかなと。いやロマンチックだね、はい、めちゃめちゃロマンチック。で今回も例に漏れずビデオレターの方をね、ビデオレター皆さんからいただいておりますということでね。一人の力じゃないから、やっぱりみんな元のことを応援してくれてるから、これがあってこう動画が締まりますから、ビシッと決めてもらいたい、うん、あと2分で行かなきゃいけないんで、ちょっと行きましょう。あ、行きましょうか。はい、
しかないのじゃあ買ってきてくださいくらいしかないのじゃあ買ってきてくださいえ？行ってらっしゃい、はい、ということで無事観覧車乗れました。元だと女の子がね観覧車に乗車したんですけど、さっき言ってた僕が描いてた理想像では元だと女の子で、そのサイドにアメコズが乗って両サイドからこう撮影するっていう、そういう予定だったんですよ。変装したねケニーが先にちょっと乗ったんですけど、ケニーが一人で乗ってますよもうその撮影とかじゃなくてもただめっちゃ離れたところにケニーが一人で回ってますよよろずは元の多分真後ろに乗れたんだよ。いたね。多分完璧な絵はその視聴者には届いてると思うんだけど、その裏でケニーが一人で回ってるっていうのをみんな考えながらこの動画見てほしいなと思います。まあケニーにねそんな一回電話してみようか。もしもし、お前今一人でただ観覧車乗ってる人だよね。あれじゃない。え、何どこら辺今あれじゃない、あれでしょ。手振ってみて、手振ってみて、あの、入り口の方に向かって手振ってみて。あれでしょ、絶対なんと、ミラコスタミラコスタみたいになってる。見えるディズニー帰りに資本主義の怖さを分からせるために子供がやる一番怖い動きだわ何もなしてない男が一周して帰ってきますね。歴史的瞬間ですよ本当に。えぐるりもり大冒険あんの。お座りください待って、初めてじゃない。その何してんの、その普通に外見て楽しんだりしてる。いや、ガチな話していい、うん、めっちゃガチな話すると俺多分観覧車無理だわ。え、怖いって。めっちゃ怖かった。ええー。俺もなんか観覧車全然乗れると思ってたんだけど、なんかちょっと揺れて12分間回るんだけど、あの状況がもう耐えられなかった。一人でパニック起きてた。一人でパニック起きてた全部うまくいってなかった。うまくいってないね。待っていきましょう、行きましょう。ビデオグランツの時には一応、まあ喜ぶか分かんないけど、俺もちょっと今回そのデート楽しみにしてたし、楽しい日にしてほしいなと思ってたから作っていきましょう。ありがとうございました。元とは不器用だけど気持ちはすんごいまっすぐで、セイダを喜ばせるために今日のデートを本気で考えてた。何事にも全力投球でまっすぐな元を選んだセイナセンスは絶対に間違ってないと思う。元な、お前のスーパーライクは絶対届いてるよ。セイナ、今日は楽しかった。セイナ、セイナ、わしらないと思うけど元らはデートの下見に行くほど真剣なデートを考えていたよ。セイナ、セイナ、セイハと元らはすごくお似合いな二人だと思う。セイナ、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 元だ、今日は本当に頑張ったよな。女の子喜ばせるためにわざわざバイクで千葉を旅行、飲みに行くより牧場サプライズ。でもさ、話っつうのはごめんなセイナ、俺はもう言うよ、二人の中に時間はいらない、フィンダーだけの関係じゃ嫌だ、お前ならいける、明日が変わる、真っ暗闇の蛍光ペンを求めて半径ゼロメートル幕開けの氷。元だ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 頑張れよ。頑張れ頑張れ頑張れ。付き合ってください。無理です。首都圏最大級のアウトレットモールでショッピング、お食事と存分にお楽しみください。
綺麗だ。あ、でもまあ、付き合ってほしい、これ地面止めで怖いね。English is one of the most important languages in the world, so we'll have to study it. また来まーす。また来まーす。誰も聞こえてないのにな。また来まーす。